はい、というわけで、はい、こちゃこさんの海歌でした。はい、はい、お疲れ様です。最近ね、間に曲入れるようになったので、はい、ちょっと楽だね。いやいや、プレッシャーものすごいですよ。もう今日もね、うん、ずっと何の曲にしようってずっと探してますね。そうだね、ずっと CD で、まあ YouTuber おすすめの曲ってことで、この中からいいですね、前振りも添えてやっていこうかな、うん、鈴木さんおすすめですよ。いやいやいや、まあ、おすすめの、うん、で、今回ちょっとね、イカさんからまた募集アナウンス、すいません、はい、うるま市観光物産協会から力を入れてお願いされているので、はい、ミスうるま2019年の、はい、募集が始まっておりまして、うん、で8月2日締め切りだったんですけども、8月9日に延びてしまいました。はい、今週の金曜まで、金曜日まで、はい、なので、今日水曜日ですよ。水曜日ですよ。水木金あと3日しかないので、はい、とりあえず明日、うん、には用紙取りに来て書いていただくとか、ミスウルマ募集要項をホームページでダウンロードしていただいて書いていただくとか、何、はい、でしたら FM ウルマに電話して来ていただいて、うん、ここで書いてもらうとか、うん、していただけるとありがたいなと、うん、いうことで、ラジオでもう一回告知してくれというので、はい、ミスウルマ2019年のエントリーの募集を、告知しますと、うん、でウルマ市の公共的な諸行事に市民の代表として参加し、市の PR に一役買っていただく知性あふれる健康で明るい女性を選出する大会です、はい、で人数はミスカトレア、ミスウルマスカイブル、ミスウルマグリーンの各1名で3名の方です、うん、賞金はミスウルマ3名に各5万円ずつ、副賞などを贈呈いたします、はい、西審査参加者っていうのはウルマ串川、はい、串川イオン串川だ、うん、で二次審査があるんですけども、それに参加された方は参加賞として1万円を贈呈します、うん、ですからミスウルマに選ばれると5万円、参加賞は1万円、うん、はい、ということですね、はい、結構いいんじゃないかなと思うんですけど、うん、そうですね、はい、で応募資格はうるま市に在住もしくは勤務している満18歳以上の未婚の女性、うん、はい、でも18歳でも高校生はダメですよ、うん、ということになっております。で1年間観光 PR および公式行事に参加できる方で、結構ね盛岡との交流会とか、うん、あと県の物産販売というかで、はい、参加したりすることがあります、うん、審査方法は一次審査は書類選考で、非公開で8月16日で行います、うん、で、通過者のみ翌日電話連絡して、二次審査は8月25日、うん、イオン串川店2階の特設会場で、審査が行われます。水着審査はありません。やっぱりそこ今回も言うか、まだ、はい、で応募方法は申し込み、用紙をここうるまですとか、はい、うるま市役所ですとか観光物産協会で、書いていただいて持参してくださいと、うん、応募締め切りが8月9日金曜日ということになっております。はい、おお、ここまで言えばかっこいいかな、うん、ちゃんと言ってますよ、なんか観光協会の方、ね、聞いてるかどうかわかんない、ちょっと僕なんかこれを言うとパーソナリティになってるような気がする。最近もほらいつもずっとぼーっと喋ってるだけなんだけどこう告知とか台風情報とか、今ちょっと9号とか来てますけども、はい、停電情報とか、うん、読むときになんかパーソナリティよりもちょっと少し偉くなったような、まあ、うん、そうですね、うん、昔はね僕も読んだことあったけど、やっぱ読んでる時って気分いいですよ、ちょっとしっかりっていうか、なんか少し、そうそうそう、報道とか、うん、そうそう、報道、うん、報道、やっぱりね報道されてる報道記者とか、うん、ちょっと、エンタメとかと比べたら少し格がいいっていう気になるじゃないですか、うん、なので、僕自身の、前やってて、また今回もやりたいなと思うのは、あんまり近づくと怒られるので、ちょうど今ぐらいの時期にゴジラのテーマを流しながら、うん、気象庁発表ゴジラ台風9号ゴジラゴジラドド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 ドっていうのでやりたいな、うん、前これやった時にちょっと本当に近づいた時にやっちゃったら、漁協関係者から怒られたので、そうでしたね、はい、ふざけるなって言われて、うん、ゴジラのテーマちょっとやばいかもしれない、あ、そうだねえ、あ、ちょっと緊張感っていいかなと思ったんだけど、まあ、そういう番組だってもう分かってればね、分かってればね、それをたまたま
あの本当の報道時間だと思って、ね、聞いたら、うん、ゴジラのテーマ、ちょっと信じていいのかどうか分かんない。でこれをね、うちのメインでよくやっぱりあの声が通ってうまいって言われたのは、はい、あの香里と伊波大使なので、うん、はい、その2人にこれを BGM してちょっと喋ってって渡すと喋れないらしいです。なんかリズムが違うって言って、なんかあのリズム無視して話してるらしい。多分映画でもそうじゃないですかね。喋、うん、ったのに後ろからミュージックを流してると思うんですよ。流しながらは喋ってないと思う、うん、なるほど。あ、まあ後からね、多分 ね、 あの引っ張られちゃうから、うん、ああなるほど、ちょっと納得してしまいましたけど、うんうん、というわけであの皆さんあの司会者を目指すときにはゴジラのテーマソングを流しながら喋ってみてください。ちょっとやってみるか、やってみようか。どこの放送局でそれが。あのゴジラの放送局の中でテレビ局とかがやってる、うん、映画で、はい、映画でね。なんか映画の話題が出たんで、ちょっとあれですけど、はい、先週、うん、もう久しぶりにね子供と映画行ってきましたよ。お、はい、アラジン、いや、ドラゴンクエスト。残念、ドラゴンクエスト見に行きました。あ、ドラゴンクエスト、いや、音楽すごい良かったんですよ。おー、うん、あ、すごい音とかいうやつ、いや、でもなく、そっちじゃなくてですね、うん、あの、もうちゃんとオーケストラ使ってた音楽が、うん、お、気分よく流れてくるんで、もうちょっとね、泣きそうになりそうな、え、うん、いや、なんかちょっとうるうるっとくるわけですよ。え、もうそういう年、うん、そういうそういうのも感じたけど、うんうん、子供なんかね、ビクビクしてました。お、うん、モンスターとか出てくるとピクピクってしてるの見て、おう、うん、映画いいですよね。いいっすよね。ちょっと一番手軽な旅ですよね。はい、あ、ちょっといいこと言ったかなと思ったカフが。その世界に旅ができた、うん、旅もいいね、うん、私も天気の子最近見てきました。おお、どうでした。あ、何ですかね、新海誠さんの世界に、はあ、もうすごかったですね、うん、君の名は見て、うん、もう見たらすっごいいいです。テンション上がりますね、うん、なんか伊波さんが黙り込んでるのは何だろう。ん、いや、両方見てないなと思ってね。ああ、見た方がいいです。